今日ものんびりゆっくり暮らしてます。無職独身50代トモです。本日もよろしくお願いいたします。福岡久々天気いいですね。天気いいからテンションもアップアップですよ。上げ上げですからね。それでこんなに天気がいいのに、まあ、あんまり外出ずにいろいろやっぱりネットサーフィンしてるんですよね。暇なんで、かなり暇ですからね、無職はね。アルバイトも始まってなかったら、やっぱりかなり暇なんですよね。それついつい見ちゃったことがあるんですよ。毎月の管理費、4万ぐらいかかってるなと思ったんですけれども、詳しく見てみましたら、38,279円かかってるんですね。で、その内訳が、その町内会費みたいなものとか、あとはですね、やっぱり修繕費ですね。それと私車持ってますから、このマンションの中の駐車場代、そういうのもかかってますね。あとこの J コムは、 J コムありますよね。マンションが全体で J コムを採用してますから、活用してますから、その J コムのお金も払ってるんですよね。テレビ全く見ないのに、全く見ないんですけどね。まあ仕方ないですよね。それですね、いろいろ見てたら、こんなに、持ち家ですけれども、持ち家でも結構毎月、4万近くお金かかってたら、これ賃貸の方がやっぱりいいんじゃないかなと思い始めたんですよ。それでいろいろ見てましたら、日経ビジネスに面白い記事書いてあったんですよね。まあこれ結論から申しましたら、どちらがいいかって言ったら、日経ビジネス的にはその持ち家の方がいいって書いてるんですけれども、ただいろいろ読んでみたら、どっちもどっちっていう結論ですね。だから結論自体はそれ出ないんですけれども、私の感覚的にはですね、読んだ後も微妙だなっていう感じですね。納得できる部分と納得できない部分があるので、本当に微妙だなっていうふうには思いましたね。で、実際じゃあ、その持ち家、どれぐらいの人が持ち家なのかって申しましたら、私たち50代、の例を取りましたら、結構ですね、持ち家比率高いんですよ。2018年のデータ、これが最新なんですけれども、5年に一度の調査ですから、最新ですけれども、67.6% なんですよね。半数以上が、やはり持ち家で、で、そのデータによったら、40代も半数以上が持ち家なんですよね。40代では 57.6% っていう感じですから、結局40代以降は持ち家比率っていうのがかなり上がってきてるんですよね。で、60代になりましたら、もう約8割近くが持ち家っていうことです。60以上は 79.8% になってましたからね。そう考えたらですね、やっぱり皆さんがその持ち家ばかり、持ち家ばかりというか持ち家の方が多いっていうことは、持ち家がいいのかなとも思うじゃないですか。で、ただですね、これ裏があって、これ20年前、1998年のデータと比較したら、この50代の持ち家比率っていうのがかなり下がってるんですよ。で、1998年は 74.8%、9% だったんですよね。74.9% の方が持ち家だったんですよね。で、先ほど私は50代 67.6% って言いましたよね。ということはかなり、ここ20年で持ち家比率っていうのが下がってるっていうのが現状ですよね。裏返せば、やっぱり持ち家よりも賃貸がいいからこそ、その、持ち家比率が下がってるんじゃないかとも言えますしね。ただやはり、不況になって、その、ローン組むのは嫌だっていう方も多いし、ローンも組めないっていう方もいるので、そういう意味で持ち家比率が下がってるだとか、で、もう、あれですよね。人が住む、もう家族単位でこう住んでないですよね、結構ね。私も一人ですし、で、そういった人間が多いですから、結婚もあんまりね、結構、私みたいなのが原因なんですけど、未婚率も上がってますから、そういうのも含めて、結局は賃貸の方が、その比率がどんどん上がってきてるんだろうなっていうことは言えると思うんですけどね。このあたりが、
その日経ビジネスのデータは微妙な書き方してたんですけれども、まあいずれにしても現段階で持ち比率っていうのが高いっていうのは間違いないですね。でそのメリットとデメリットってやっぱありますよね。で持ち家のデメリット、これ当然ですけれども、やはりある程度支払いが終えたら、ある程度とかもう全て終えたら資産になりますよね。変動があってもマンションって基本的に上がることないですから、家もどん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 下がりますけれども、基本的には資産になりますよね。だからその面白い書き方してたんですよ。その日経ビジネスにおいては自分を顧客とした確実性の高い賃貸事業だって書いてたんですよね。面白くないですか、表現が。これ自分を顧客とした確実性の高い賃貸事業、それが持ち家だって書いてましたね。まあ確かにそうですよね。将来的に価格が下がろうとも結局0円っていうことはほとんどないですし、で売ればお金になるっていうことは、将来この先苦労した時に売れば結局それ資産となって入ってきますから、その後の生活っていうのができますよね。その後賃貸っていう道もありますからね。で一方でですね、やっぱり賃貸のメリットは非常に大きいのは、やはりローンの不安がないっていうことですよね。ローンの不安がないっていうのはすごい高いなとも思うんですよ。思うんですけれども、ここもちょっと調べてみましたら、その住宅ローンを組んでてその払えなくなった状況、要はその不良債権みたいになった状況で実際破綻してる割合っていうのは 0.27%、 めちゃめちゃ少ないんですよね。だから結局は住宅ローンって借り返したり前倒ししたり繰り上げしたりして皆さんきっと払われてるんですよね。で亡くなったらそこで終わりっていう条件のもなんかいろいろありますよね。だからそういう意味で、0.27% ってすごく低くなってるんだと思うんですけれども、実際にその住宅ローンが払えずに本当に苦しくてっていう方は少ないみたいですね。まあこれデータですから、体感してることと実際私の周りの近くの周りの人間がこう感じてることと、実際そういう風な状況になってることとまた違うかもしれないですけど、データですから。データっていろいろいい加減な部分もありますからね。ただそれを言ったら始まらないんで、あくまでも 0.27% ってすごい、そのローンが破綻する割合っていうのは低いっていうことですよね。でただ一方でですね、すごく大きな問題は、その住宅ローンの不安はないっていうのは賃貸いいんですけれども、その持ち家でこれはすごい思うことあるんですよ。家を買ってしまったら引っ越しするのがすごいリスクで、引っ越しなかなかできないですよね、お金かかるし。でそう考えたらすごいマイナスだなと思いますね。まあ私運いいことに隣の人とはうまくいってますし、でマンション全体で問題を起こしたことないですから住みづらいっていうことないんですけれども、一軒家の方なんかは本当に運悪く隣に変な人が引っ越してきたり、隣と仲悪くなったら結構辛いですよね。引っ越しおばさんいたじゃないですか。引っ越しって始末だーとか言ってた、おばさん、ああいう人が隣にいたら本当引っ越せないですもんね。引っ越せざるを得ない状況にもなりますから、それ考えたら持ち家っていうのは辛いなと思いますね。でメリットとしてはやっぱ賃貸の方は嫌だったら引っ越せますよね。でそれほどお金かからないですよね。引っ越し代10万20万かかるかもしれないんですけれども、それぐらいの費用で、あとはまあ最初にいろんなお金はかかりますけれども、マンション借りるのにも、ただそれぐらいのある程度の費用で抑えられるっていうことはやっぱりリスクが少ないなっていうふうには感じますね。あとお子さんが成長するにつれて、それで大学行ったり就職したり、それでこんなに広いところいらないよっていう方は、賃貸の場合はすぐにこう引っ越しできるっていうのはメリットがありますよね。だからそう考えたら、この持ち家と賃貸どっちがいいかって言ったら、これ本当に永遠のテーマですよね。人によっても意見が様々ですし、私みたいな持ち家派は持ち家がいいって言うんですよ。で賃貸の方は賃貸がいいって絶対言いますよね。これ見られてる方でも持ち家の方は持ち家がいいよって言うと思うんですよ。で見られてる賃貸の方は、いや賃貸いいに決まってんじゃんってお金からしてもっていうふうに言うと思うんですよね。だから本当永遠のテーマですけれども、日経ビジネス的には確実性の高い賃貸事業だって自分を顧客としたらって書いてますから、そういう意味では持ち家も悪くないのかなっていうのが私の結論ですね。異論がいっぱいあると思いますし、見方もいろいろあると思うんですけれども、今
はですね、あまりにも暇すぎてネットサーフィンして、持ち家と賃貸どっちがいいんだって考えた時に、そういう風なものを調べて、ちょっとまあ持ち家でよかったのかなっていう風に感じたので、動画にさせていただきました。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。持ち家でも結構管理費かかりますからね。それが痛いです、無職には。無職独身50代、ともでした。失礼します。